シメディカルベビースマイル。姉ちゃん何それ電動？そうです。まだ赤ちゃんじゃん。今日の健康は将来の健康なんでちゅよね。愛されてるな。ベビースマイル。実際お会いして、赤ちゃんと一緒のシーンがほとんどだったんですけど、すごいやっぱりお子さんもいらっしゃることもあると思うんですけど、その赤ちゃんの接し方に慣れていて、ちょっと多少ぐずったりとかしてしまう時もやっぱり大沢さんがあやすとそのお利口になったりとかするので、さすがだなと思って本当に感心していましたし、なんかちょっと上からに聞こえるかもしれないんですけど、心からいい人なんだなと思いました。どんなイメージだったんでしょうか。めっちゃいい人なんだ。私も佐野さん初めてお会いして、もちろんテレビでドラマなんかでは拝見させていただいてたんですけども、ものすごく爽やかで、はあ、なんか素敵ってよりファンになっちゃいました。あら、いいですか。またこうね、とんかつ食べる姿がなんかいいですね。いや、本当ですか。はい、結構食べました、はい、なんかもうこんな弟がいたら最高だなって思いました。私は一人っ子なんで。あ、そうなんですね。そうなんです。今回の CM で、はい、姉と弟ですけど、そうか、佐野さんみたいな弟がいたら絶対学校とか職場で人気出ますよね。僕生意気ですよ。めちゃくちゃ生意気ですよ僕。お姉ちゃんには生意気嫌いじゃない。いやでもそんな反抗的な態度もこらって言ってでも僕実際下に2人いて。あ、そうなんですか。上に兄と姉はいないので、欲しかったんですよ。だから今日ちょっとそれを、疑似体験ではありますけれども、味わわせてもらえて嬉しかったです。大丈夫でした、こんなお姉さんで。最高ですよ。最高ですよ、こんなお姉さん。いいですね、なんか。でも本当学生時代とかだったら絶対人気出ますよね。ねえ、茜のさ、弟のさ、ちょっと超かっこいいじゃんみたいなさ、絶対本当なんてなりますかね。いや僕逆もそうですよ。佐野のお姉ちゃんめっちゃ可愛いやん。なります。なりますよ。面白いやんみたいな感じになりませんか。両方かもしれないですね。もうおもろいし可愛いやんって。いや、よかったです、そう言っていただけて。そうですね、一人目は結構しっかり者で、赤ちゃんの時から、意外となんかこう自分の着たいお洋服とかも自分で選ぶみたいな。そうですね、あとなんだろうな、結構好き嫌いがちゃんとはっきりしてて、例えばパパがこうほっぺにチュッとかするじゃないですか、そのパパの前ではとかって言うんだけど、パパがいなくなってからすごい服みたいな。ちょっとパパかわいそうですよね。そう、あと長男は2番目の子はパパにですね、やっぱりこう例えばこう家族で旅行行ったりして、はい写真撮るよとか言って絶対変な顔したりして、なんかそこにいちゃったかみたいな感じではありますね。あとそうですね、今3歳まさに赤ちゃん、赤ちゃんって言っていいのかな、でも3歳の子は気が強くって、なんでしょうね、意外と一番しっかり者かもしれないですね。で、なんか思い出っていうか、みんなお姉ちゃんが弟が生まれたら弟の世話をしてくれたし、弟は妹が生まれたらそのお世話をちゃんとしてくれた。だからママ僕がミルクあげるよとか、ママ私がおむつ替えてあげるねとか言って、それはなんかこう思い出ですね。みんながちゃんとこう子育てをみんなでしてくれるっていうか、兄弟が。そうだな、ちょっとさっきも話したんですけど、やっぱり5歳のその長男はカメラを向けるともう変な顔したりとか変顔したりとか変なこと言ったりとか、結構多分クラスで女子にちょっとって言われるタイプの、ちょっとあれで、パパに似ちゃったのかなと思ってますけどね。
将来が不安です。面白いと人気出そうじゃないですか、やっぱそのぐらい世代って。でもなんかやっぱりこう、まだね、小さな女子って、こう、サッカーが上手だったり、面白いっていうか、やっぱかっこいいとか、守ってくれたりする男子が好きじゃないですか。で、面白さに気づくのって、やっぱ大体20代後半。面白い男子がいて。なるほど、確かに。そう。ちょっと大丈夫かな、不安はありますけど。